はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、クラロワ動画撮っていこうと思います。ということで、まあ宝箱受け取ってやっていきましょう。はい、前回ね3200まで行ったので、ホグマウンテン3000からね始まって、ビリビリ渓谷まで3400、あと200まで来ましたということで、折り返し地点に一応いるんですが、まあ落ちる可能性もあるんでね、しっかりやっていきたいところですね。はい、そしてこっちも受け取る。で、レアのワイルドカード受け取って、箱も開きましたと。なるほどね。はい、じゃあやっていきましょう。いきます。さて、これはどうしようかな。何出していいかわからん。とりあえず工場バーバリアンでも出してみるか。ここは、プリンセスも出してみて、ただね、工場バーバリアン墓に吸われた。まあ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 。一応墓出しておいて、そうね、溢れちゃうようならペッカ出しましょうか。相手マスケット重視、マスケット重視か。これはベビドラかなんか出してやっていこう。 OK。これザップはちょっと微妙だったか。小屋ね、壊した瞬間に出てくるっていうのもね、ちょっと悩ましいとこだよね。さて、こっちも一応墓石を出して、ただね、どこだ、ペッカがちょっとねうまく入らない気がする。さあ、これね、ちょっと、あ、3つ巻き込める。オッケー。これはいいんじゃないか?ただ、めちゃくちゃ出てくるけど、めちゃくちゃ出てくる。ちょっと待ってくれ。結構出てくるね。はいはいはい。とりあえず、一掃。さあ、ここから。一応前に出しまして防いでいるが、これはちょっとペッカ 前に出しちゃおう。で、一応ね、建物に関しては壊していく。まあ、ただいっぱい出てきちゃうからペッカさんがねちょっとやられちゃうんですが、逆側攻めましょう。工場バーバリアンで逆から攻めていってみましょう。オッケー。あ、オッケーじゃないか。結構オッケーじゃない。さあ、これはちょっと墓出してガーゴイル、あー、ターゲットずらせてない。さて、サドンデス入りましたが、どうするかな。結構困ってる。ちょっとザップとで、バルキリーベビードラゴンつけて、まあ工場バーバリアンも出すか。バルキリーベビードラゴンつけた割にはペッカがちょっと持たない。マジか。さあ、ダメだ。攻めが空振ってる。さあ、またバルキリーとバルキリーとベビドラで、突っ込んでみますが、さあ、ただちょっと墓が出てきちゃうとダメだね。あ、オッケーオッケー。工場側に行った。突っ込んだ突っ込んだ。よし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 。あれ、まずい。
まずいまずい。さあもう一息なんだが、そのもう一息がちょっと遠いか。アペッカも出そう。あーっとガーゴイル、ただうーん、いや微妙だなこれ。良くない気がする。さああと490がなかなか削れないが、ファイヤーボールでちまちま削るか。でペッカは壁、ペッカは壁ペッカは壁で、やっていきましょう。落ちないかまあまあまあ、オッケーオッケー。これは勝てたのでよしとしましょう。ほい、なあ、いいスタートかな一応ね。さあ次行ってみよう。さあ今度はレベルは一緒、一旦墓出しますかと思ったけど、うん、それはちょっと取りに行きましょうか。じゃあ後ろから工場バーバリアもつけちゃおうか。しまった、ザップがないザップがない。ね、これはちょっと反撃が完璧に刺さってる。ちょっとザップ一回入れよう。まずい、これペッカ刺さる。あ、ミニペッカ刺さる。いてえ、あー、これは攻め損ねた。はい、ちょっとダメだね、やっぱ雑にペッカ向かわせちゃダメだね。ペッカを相手の陣地に送るときはベビドラとかバルキリーつけたりして小骨出てきてもいいようにしないとダメだね。まあよくやる反省なんだけど、そうだからこういう形であれば、あーっとメガナイトがいる。こういう感じであればね、小骨が入ってもなんとかなるんですが、ちょっとこれはダメですね。さあプリンセスに関してはベビドラで、あれ、ベビドラで取りたかったが取れない、しょうがない。こっちもプリンセスでなんとかプリンセスは取る。ただベビドラさんがうーんやられる。さあ小骨がたくさん出てきて、まあ、ただプリンセス倒す、オッケー。あー、ちょっと待って、溢れちゃうなら墓出しときましょうか。これどうすかな、これに関してはバルキリーはバルキリーとペッカー出して受けに行くか。さあうーん、ベビドラつけて、あーっと、そうか、メガナイトがいるか。しまった今のザップはダメだった。ただただこれはいけなくもないか。さあベッドラで落とすの OK。 そしてミニペッカペッカで受ける。でバルキリーちゃんと出して、新しいベビドラ、新しいベビドラ、ベビドラだよっていうことで、ちょっと舌が回ってないベビドラがうまく言えない。さあこれ工場バブリアで釣れれば嬉しい。 OK 釣った。さあうーん、ザップは打ち消し合い。これはね、まあペッカで受けましょう。延長戦入った。とりあえずバルキリーで取っていこう。さあそしてメガナイトが来る。どうすかな。あー、ちょっと迷っちゃったウィザード何で取るかでちょっと迷っちゃったね。
まあ逆から工場バーバリアン出して後ろプリンセスで骨を出されないようにしつつ、まあミニペッカで取る。そうだね、ミニペッカはじゃあ真ん中ペッカで、これザップただ、あーまずいな、ちょっと待って、バルキリー、そうだね、これはちょっと我慢して、709か、なんとか、あーと、そうか、これはハカでちょっとミニペッカだけ反らす。ね、そうだな、これはね、ちょっと待って、ここで釣れる釣れる、あーバルキリーが釣れないバルキリーが釣れない、まずいか、ちょっと待って、あーちょっと待って待って待った、それはまずい、まずい、あーダメ、ちょっと待って、そうかー、なんか決め損ねてるね、勝つチャンスもあったと思うんだけどね、今のは。まあまあまあしょうがないっすね、次行きましょう。さあまあ3207ということでね、振り出しに戻ったかという感じですが、うん、これは初手とりあえずペッカ出すか、墓がないからね。ただこの後ろからね、工場バーバリアンとかうかつにやらないでベビドラとかをつけた方が小骨に対しての耐性があるよということだよね、さっきの感じで言うと。なので、おっと、ベビドラつけて、この後ろから工場バーバリアンならいいか、ちょっとザップ打ってみるか、なんとそういう動きをする、何も残らない、マジか、これちょっとプリンセスで取る、取れるかな、取れるか、あーちょっと、あーちょっと待って刺さらないね、こう、え、レベル13、高っ、それは高いな、レベル。さあコウモリと一緒にね、まとめてプリンセスで相手できるかと思いましたが、ちょっとね、思いのほか骨のレベルが高かったという感じですね。じゃあサイドペッカー溢れないうちに出していきますが、さあ今度はどうなるか、相手はメガナイト、メガナイトはペッカーで迎え撃つでいいよな、まあベビドラ添えて、ファイヤーボール打って、オッケー、ただ大砲が近い真ん中で、大砲でねやってきましたが、コウモリか、コウモリが結構鬱陶しいな、またプリン、あーいらなかったかあーちょっと豚はね、豚のターゲット反らしながら、うん、まあ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 前よりはね受けれてるかなっていう感じかな。で、ウィザードはペッカで取る。さあベビドラ添えてコウモリを溶かしていく。そうだね、ここねレベル高いねここねレベル高いよ。さあ、これはちょっと墓の守り方これでいいのかよくわかんないけど、豚あれでいいよ、いいかな無理やり墓で守ってるけど。さあまたペッカ出していきましょう。これでね、なんとか一応攻めれてるっちゃ攻めれてるので、あ、まずいまずい、ね、どうしようかな、つける、つける、つける、つったつったつった、よし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 。さあ、ね、ただね、ちょっと食らってる食らってる、ちょっと待て、ちょっと待て、どうしよう、まずい、なんか右見てる間に左がやられてんだけど、これちょっと待って、墓間に合わない、墓間に合わないね、ちょっと本体食らってる、まずい、いやこれちょっとまずいな、ちょっと待って、ちょっと待って、マジでちょっと待ってほしい、
これザップ一回打つ。よし、オッケー。おーし、危ねー。次豚来たら死んでた。っていうかメガナイトの方もよく見たらやばい。いやダメだ、ちょっと全体が見れてないな。怖えー、運よく勝てたけど。はい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 、一進一退って感じで全然ねトロフィーは増えてないですが、まあ勝ったり負けたりで200台を維持してるので、まあよしとしますか。次、これは、何もしてこなければ墓出そうと思ったけど、ちょっとこれは他に取れるユニットがいないから、一応ペッカで取りましょうか。で、うん、バルキリーも出すか。さあここはちょっとファイヤーボール打っちゃおうかな。打ち込む。さあ、おっと、あーこれちょっとザップ打つ、レベル高いぞこのミニペッカ。ミニペッカにやられる。墓で継ぐ。なんとかなった。吹き矢ゴブリンは、うん、どうするか。あ、これはでもまあタイミングいいんじゃないか。ただ結構食らう。さあベビドラさんが来る。ベビドラさん取れんのがね、ミニ、ベビドラさんしかいないので、これはまあベビドラ同士でやりましょう。さあここちょっと工場バブリアンつけてみて、これで、あー倒されちゃうか。なるほどね、うん、一発しか入らない。さあまたネクロ、これはちょっとねバルキリーつけてファイヤーボールも打っちゃおう。ニャウス。さあそれでもやら、ミニペッカが残る。なんとか間に合う。さあ次どうするか。まずい、まずい。あー本体に入っちゃったか。ちょっとこれはペッカ前出しで攻めましょう。ネクロがねちょっと厄介だけどね。さあ、あーミニペッカもいる。うーんそうですか。まあ900800。さあバルキリーでなんとか取っていきましょう。さあさらに、ベビドラ工場バーバリアン、この辺で突っ込め突っ込め。800なんとか。あーレベル11強えな。まずい、いやー足りないそうね、ちょっと守りきられちゃったね今は。にゃーにゃーちょスタンプの意味はよくわからんが、なんとなく意思疎通ができてる。さあ次行ってみよう。さあ3210 3210 3210はいいけど、とりあえず墓出しましょうか。さあタワーのレベルが相手高いっすね。これはどうしようかな。溢れる前にバルキリー出して、何もしてこないね今んとこ。おっとネクロが出てきた。ネクロはまあバルキリー、ベビドラ、この辺がいればなんとかなるかなと思いながら、ガーゴイルが来る。ガーゴイルが来るとちょっとやだね。まあファイヤーボールも当てて、あれちょっとプリンセスどこ行くのいや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 、途中でどっか行かないでよ謎だな挙動が。さあサイド墓出して、オッケー。まあ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 いいんじゃないですか。これならそれなりにベビドラ入ったし、右にねプリンセスがいい感じに入ってる。これはじゃあペッカ出しましょうか。
で、ベビドラをベビドラで取って、あ、でもこれだとペッカとベビドラが逆いっちゃうな。まあまあまあいいか。でもネクロに対してベビドラが当たりに行って、反対側をねペッカが攻めるという形なら悪くはない気がする。さあ、まあまあまあこれも悪くないぶつかり合いでしょう。まあちょっとタワーのダメージがある分やられちゃうけど、ああでもタワーに入る、えらい、えらいね。これウィザードどうするかな。ちょっと墓でダメージだけ吸って狙いをそらしておいて、ペッカ出しましょうか。ガーゴイルはベビドラで取りましょう。で取った後ペッカと一緒の方行ってくれればなおよし。あ、オッケー、これはね攻めよう。攻める攻める。あ、ちょっと待って、右も危ない。これは多分折れるので、あとは反対側を守る。よし、いける、いけるいけるいける、これはいいですね。さあ、オッケーオッケー。これだけペッカで抑えて、ファイアボールの、そうね、速さがちょっと理解できてない今のは。やっぱ呪文当てんのまだ上達しないとダメだね。まあでもとにかく勝利しましたと。さあ、やっぱ3200台うろうろですね。3250でね、なんかもらえるみたいなので、もうちょっとだけ行こうか。あとね、前回も言った通り工場バーバリアンのねカードマスターでレベルアップさせたいっていう、そういうところもあると。おっと、しまった、まずい。ちょっと同時だったからタイミングが悪かったとしか言えないけど、でもタワーにめちゃめちゃダメージが入っちゃってる。いかんな、やばい、こんなに食らうの。ちょっと待ってくれよ。まあベビドラ出して、あ、オッケーオッケーオッケー、ベビドラはいい仕事してる。さあ、後ろにプリンセスも添えて、さあペッカで逆襲だ。よくもやったなと。よくもやったなと言いましょう。さあ、おっと、それも転がってきてしまう。よし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 、オッケーオッケーオッケー。さあ、ペッカで逆襲、よし、オッケー、いい感じ。さあ、そのミニペッカは墓で取るかで、これをバルキリーで倒して、オッケーオッケーで、バルキリーにねペッカを添えて突っ込みましょう。さあ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 、さらに、小骨も、小骨に対してベビドラも出して、ペッカが届けば勝ちかな。よし、オッケー、刺さる。おーし、よし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 、これでね、3250のやつゲットですね。ほいほい、オッケー。さあ、これでこれがもらえる。さあ、ゴーレムと、見たことないヒゲの人、見たことないヒゲの人一応もらっとくか。ハンターって言うんだ、これ初めて見るな。あ、でも敵が使ってきてた気がするな、一回ぐらい。はい、ちょっと見てみるとハンターですね。ハンターハンター。さあ、あ、空も攻撃してくれる。だからマスケット重視みたいなもんか。ただあれだな、三段っぽいから範囲攻撃か。
遠距離 53×10+5×10、 んこれ、あプラスの方はあれか、レベルアップしたらか、だから 53×10 っていうのがダメージか。至近距離では大ダメージを与えるが、離れるとさほどの威力ではない。命中力の低さを立派なゲジゲジ眉毛で補っていますと。なるほど。はいはいはい、ハンターね。なるほど、こんなのもいると。さあ3268か。まあ、ちょっと一生だと、3300までは届かなそうだし、今回は、この辺にしておこうかな。うん、まあ少しだけ前進したよって感じかな。3200台入ったところから、68まで漏れたよという感じですね。うん、じゃあ今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。